まず体験から学ぶ。やっぱりその現物の体験をしなきゃダメやっていうことですね。で、2つ目が楽しく学ぶ。3つ目が互いに学ぶ。で、今回その2回目の時には自分たちが見つけてないものを他のグループが見つけられて、それで学ばせてもらったり、自分たちと同じ場所なんだけど実は視点が違ってるっていうことも重要なので、あの子どもたちの視点っていうのはもう本当さまざま多様ですね、先生たち現場に行くとね。そういうのを分かってもらうためにずっと一周歩きながら、途中先生方が何も出なくって僕が危険なと思うものがあったら、それはそれで私が指摘します。私が先生方にちょっとメッセージとして送りたいのは、皆さんがまあ指導されているお子さんたちがですね、まあ、人として、人が人として育っていくのにですね、まあ、必要なまあ理性とか豊かな感受性自体を育める時期っていうのはもう保育の現場しかないと私は思って、そういったその豊かな土壌を育む現場におられる皆さんが、今日学ばれるリスクマネジメントを学ばれれば、より安全に、より良い胎児を育てることができるんじゃないかっていう思いで、今日リスクマネジメントの研修をやりたいと思うので、ぜひそれぞれの視点でいいです。自分が興味があるものだけピックアップしてれば全然それで十分、全て吸収するのは無理ですから、そういうつもりでこう参加していただければと思います。杉林の向こう側のところでちょうど今トビが子供繁殖しました。でぐるっと回ってその園の向こう側へ来れるルートがあるので、それをシャーッと一周していきたいと思います。ちっちゃいも危険やね。これ虫です。これかな、やっぱりなんかこの形やってる。これシールがない。八角と同じので色味酸というのが入ってて、これが毒物劇物取締法で唯一掲載されている有毒植物。やっぱりこう生で実際に歩いて現場を歩いて植物を見たりとか、先生の話を聞くことで自分の体知識にもストンと入りますし、こういった危険であるとか、あとはでも遊べるよとか、いろんな生のそういう声をお聞きすることで自分の園に帰った時に、あ、うちにもそういえばこれあったなとか、場所は違いますけど、やっぱりそういうところで生きた経験というか自分自身が学べたところがすごく大きいなというふうに思いました。はい、子どもたちが安全でやっぱりそこにリスクもあるというのも今日の研修でもありましたけど、やっぱり保育者がそれを知っていて何でもかんでも知らずに OK で怪我してしまっては、せっかくの自然保育も楽しくないですし、やっぱり危険が伴ってはいけないので、やっぱりそこは職員が保育士が知識を持ってそういうリスクも抱えながらも遊べる環境というのをやっぱり保障できるように自分たちがもっと質を上げないといけないなというのはすごく、はい、感じます。はい、楽しいって思って自然に関わってるとやっぱりこう危険って意識しないと見えてこない部分がたくさんあって、もちろんその私も園で春にその、今年移動した園だったので、園の周りに何があるかって植物をこう調べて、その中で危険な植物もこう自分の中で文献と照らし合わせながらこう学ぶんですけど、やっぱりそれだけだと自分も本当にそれが合ってるのか不安な部分もたくさんあるし、やっぱりこうやって今日みたいな研修でこう生の先生の声を聞いたり、やっぱりいろんな危険と向き合ってきた方の話を聞くとすごく説得力があって、危険を知ってるっていうの大事だな、楽しいだけじゃなくてそこもやっぱり知識として持ち合わせていないと、プロとして環境を提供している立場の人間はやっぱり学ぶべきところなんだなっていうのをすごくやっぱり実感できるので、やっぱありがたかったです。見て聞いてやってみることは理解する、理解する。だから子どもたちにもなるべく自分たちで発見させる。知識はいくらあっても邪魔するものじゃないとは思います。でも一番重要なのは単に知識だけを詰め込もうとすると意味がなくって、やっぱり子どもたちに伝えたり人に伝えるってことからすると、その要は、豊かな感受性を育ててくださいというふうに先ほど先生たちも申し上げたように、パッと花を見てうわ綺麗だなとか、うわちょっとなんかかじってみてうわ苦いとか、やっぱりそういう感動する心とか感じる心を育てることが重要で、やっぱそれがまずあって上の知識だと思うんですよ。なんか昨日この
トゲがあって、これは柔らかいんですけど、もっと奥の方のこの幹の一番あの太い木に結構鋭いトゲがあります。めちゃくちゃめちゃくちゃ痛いトゲがここにあります。これ、子供たちが葉っぱやと思ってあのしっかり見ないでガーってくると、これブスブスっとものすごい刺さります。これ気づかなかったグループは、いや、いいんですよ、あの気づかなかったのは全然その問題じゃないですか、はっきり言って。なんかた今共有することが重要であって、気づかなかったからあいつら何も知らねえなじゃなくって、みんなでいかに共有するかっていうことが一番重要なので、先人そうといて、後であのお配りする資料に種の姿が写真、白黒ですけど写真があるので、それを見れば見た方がいいです。もしも僕がこうプチッと切ると液が出ると、プロトアネモニンっていうのが出てきて、ここに皮がドラーッと水ぼくれができてただれます。これここだけのために置いてある。まあ確かにそれは重要なんやけど、これ動くのと動くのとこの角っこがあって、ちっちゃい子すごく危険ですよね。だからあの逆に言うと、先生方がここ通ってこういうの知っとって、どこがこういうのが乗ってるかっていう場所だけいつもあの連れて歩くときに気をつけといて、あそこは蓋がないから危険だよとか、そこは蓋があるけども動くから危ないよって言ってもらうことがやっぱり重要なので。そうそう、今見えてもあの折れてるのが何個だか見えますね。そういうとこが、まあ、全体が斜めってる竹がありますよね。どうしてもお子さん中心だから下ばっか見て、私もそうです。私もあの、学生連れていくと学生を指導するのに必死になっちゃって、上が見えてないことが多々あるので、枝の上に枝が乗っとるみたいな、はい、だからいつ落ちるか、遊ばせるのをやめさせるんじゃなくて、遊んでる時に十分見てて、ミシミシって音がしたりなんかしたら、もうすぐやめさせたりなんかする、そういった対応が必要だったりするので、自然物は危険だから取り除くんじゃなくて、ある程度危険の中でどうやって遊ばせるかっていうのを考えてもらう必要があるかと思います。剣がちょっとあるから、剣、狐のボタン、狐のボタン、これが多分ここを今歩いてる中でこいつが一番危険やって言ったプロトアネモニンが入ってくる、さっきの千人草とかなんかと一緒で、黄色い花がいっぱい咲いてるから、あの女の子なんかこう花を摘んだりなんかするの好きですよね、タンポポとなるのね。その時にこいつを取るで、こいつが、この辺から郡上の地域で目つぶしっていうくらい、これを切った指で目をこすると目が開かなくなるよってことで目つぶしって言われている。こっち根元みんなこれ腐ってないの分かります？これこれ全部ないです。これ木にこんだけいろんな着生物、例えば苔とかそういうのがついてるってことは、木が元気じゃないから樹皮の新陳代謝が悪いから、樹皮がこう新しく変わらないからくっついてる。危険サインを見るときに単に枯れてるだけじゃなくて、これ樹皮が新陳代謝が激しくて綺麗な花の状態になってなかったら、ひょっとしたらどっか悪いんかもしれんなって、地中かもしれません、根っこがいかれてるのかもしれませんけど、そういうのが分かります。子供たちにも言ってほしいのは、こんな形、あんな形やこんな形の葉っぱでここが赤かったら、赤かったらあかんって言っちゃってください。ここにね、めちゃくちゃ通った跡があるんです。なんかイノシシやね、まあ、極力あそこは獣道があるなって思う近辺では事前にこう声を上げることを先生たちが誘導された方がまあいいということです。あのね、僕はもう一つ危惧するのは、その今渡ったところコンクリートの橋がありましてね、コンクリートの橋の一番端っこがちょっと谷側に傾斜してて、あそこにちょっと苔が生えかかってるのが、あれが僕は一番心配でした。まあでも子供たちは水はめちゃくちゃ好きなので、まだああやって水量があると、あれで落ちられたら子供はものすごい勢いで流れますんで、逆にあそこを渡るときに、あの先生が勝手にこっち一人だけ来ちゃって子供だけ勝手に渡すっていうのがないように、子供が行くのをずっとあそこで見とって送っちゃってから先生が渡るっていうパターンの方が、あそこだったら絶対いいよなっていうのが思いました。でもやっぱり外で自然に触れてっていうのが自分がやっぱり心地いいって感じるので、それをやっぱ子どもたちと保育っていう形で一緒にできるのがすごくあの楽しい、まず楽しいっていうのが一番で、やっぱ自分で見てやってみて感じたことがやっぱり自分の礎になってるし、それが自分 の, あの宝物になってるので、やっぱそういう経験を子どもたちも今の環境で自然の中で自由にそれができるっていうあの毎日があるっていうのがすごく大事なんだなと思って、私も本当に晴れでも雨でも関係なく外に行けるあの環境の時はなるべく外に出して、やっぱり雨の日は雨の日の楽しさが
こう匂いもそうだし、本当五感すべてで、あの環境、今のその自然の状態を感じ取れるので、すごくあの楽しみながら、あの自然と向き合って子どもたちと保育っていう形で過ごせているかなと思います。やっぱり子どもたちって、山に行くと本当音を聞いたりとか、虫の鳴き声を聞いたり鳥の鳴き声を聞いたりとか、そこにあるもので自分たちで勝手に遊びを見つけて遊び始める姿があって、自然の中でいろんな五感を使って遊べるというのがすごく魅力的だと思うので、あの本当なるべく、あの子どもたち、岐阜県特に関も自然がいっぱいあるので、そういう経験をこの幼いね幼児期にたくさん遊ぶことで感性豊かな子どもたちに、あの育っていってほしいなという思いでいつも保育はしてます。はい、樹木がそうなんですけど、樹木、それはまあ草原でたった一本の樹木が立ってる場合もありますけど、あの草原でたった一本立ってる樹木も、じゃあ一人で立ってられるかって言ったらそうじゃなくて、他の生えてる植物やキノコと共生したりなんかして、根っこと根っこを抑え合ったりなんかしてやっと立ってるんですよ。たった一人でたった一本で立てるわけじゃないんですよ。それは人間も全く一緒ですよね。人間一人で何もできやせんですよ。でも自分たちと一緒に活動してくれる仲間がいたり、まあ、同じ方向を向いてくれてる仲間たちがいるおかげで、自分たちが思い描いてる何かが出来上がっていくんであって、やっぱりたった一人では何もできないけども、みんながいることによって出来上がるっていうのは、もう自然の植物見てると本当にそうだなって感じますよね。